どうもゾゾルです。はい、ということで今日もクラッシュライルをお送りしていきたいと思います。さあということで本日は皆さん水曜日でございます。水曜日といえばね、私ゾゾル毎週クラロワにまつまるいろんな説を検証していく動画をお送りしているんですけれども、今週もやっていきましょう。今週の説はこちら、ゴブリンのルート矯正、実はあんまり知られていない説、こちらをねお送りしていきたいと思います。ルート矯正って皆さん知ってますかね。ほとんどの方が知っていると思うんですけれども、一応おさらいしておきましょう。ルート矯正っていうのはホグライダーが一番有名なんですけれども、ホグライダーを一番外側からね、出してあげることによって、普段出す位置っていうか、何も気にせず出した位置よりもホグライダーとか外側を走ってくれて、まあ、タワーにね、そのまま向かいやすくなったりだとか、相手の防衛施設に惹かれにくくなったりだとか、まあ、そういった感じの、テクニックのことをルート矯正と言います。でホグライダーは成功したかどうかがすごく分かりやすくて、これね普通にこの1マス内側から出す と、川は飛び越えないんですけれども、ルート矯正する位置から出してあげるとホグライダーがピョーンとね、川を飛び越えてくれるので、まあ、それによってトルネードで巻き込まれにくくなったりだとか、防衛施設に引き込まれにくくなったりだとかします。なんでね、ホグライダーを使っている方はぜひルート矯正は必ずすべきテクニックなんですけれども、これね実はこいつゴブリンにもルート矯正あるんですよ。でこれあんまり知られてないし、テクニックとして地味なんでね、こう実際に毎回やってる人もあんまり見ないです。ただしこれゴブリンルート矯正してあげるとダメージがね一発分多くなるので、まあ、どれぐらいだろう、96か96ダメージアップすることができるというテクニック、これね、まあ、知ってる方はもちろん知ってると思うんですけれども、あんまり知られてないんじゃないかなというところで、今日はねこの動画を使って検証していきたいと思います。で今からやるゴブリンのルート矯正知らなかったっていう方はグッドボタンを押してみてください。動画のグッドボタンね、グッドボタン1000件超えたら、まあ、この説立証という感じで、お送りしていきたいと思います。それでは参りましょう。ゴブリンのルート矯正に関しては簡単です。まあ、ホグライダーも簡単なんですけれども、知ってるか知らないかだけで、ダメージが96変わってくるのでね、100近くね変わってくるってなると全然違いますよね。でゴブリンのルート矯正の位置はここですね。ここわかるかな、これ、橋に対して真ん中より1マス外側で、かつこのギリギリ上まで持っていく、ここね、ここではなくてここです。ギリギリ上まで持っていってここで離してあげると、ゴブリンが一発分ね、多く相手のタワーにダメージを与えてくれます。まあ、今回は、相手のレベル、タワーレベルがコンピューターレベル11だったんで、ちょっと実際に同じレベル9同士のリプレイで見比べてみたいと思います。それでは VTR どうぞ。はい、ということでゴブリンのルート矯正見ていきたいと思います。これも知ってると知らないだけで本当に100ダメージ変わってくるので絶対覚えておきましょう。さあ先ほどのルート矯正の位置に置くと、ゴブリンがね3発攻撃入ります。1、2、3、こんな感じでね、2匹目のゴブリンが1発入れているのがポイントです。もう1回位置だけ確認しておきましょう。真ん中より1マス外側ですね、ここにゴブリンを置いてあげると、まあ、1匹の目のゴブリンはね届かないんですが、2匹目が1発、そして3匹目が2発と、合計3発のダメージが入っていきます。これルート矯正失敗すると一番外側ですね、これ、端から2マス外側だとこんな感じで2匹目のゴブリンが攻撃する前にやられてしまいます。もちろん内側でも同じ感じで、2匹目のゴブリンが攻撃することができないので、まあ、ルート矯正のね位置を今日はしっかり覚えて、端より1マス外側にねゴブリンを置く癖をつけると、まあ、今まで100ダメージに泣いてた試合が勝てるかもしれません。はい、ということでそんな感じでね、ゴブリンの出す位置によって実はダメージが違うんだよというこのゴブリンのルート矯正、皆さんご存知だったでしょうか。もし知らなかった方は、ぜひともねグッドボタンを押して、グッドボタン1000件いったらねこの説立証という感じでお送りしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。別にグッド稼ぎとかじゃないよ。まあ検証するためにどうしようかなと思って、まあこんな方法を取りました。さあということで、本日はじゃあ残りはマルチプレイやっていきましょうかね。3619、3701回行ったんですけれども、レジェンド一歩手前なので、毎回ね、ドズ2のアカウントでプレイして動画を撮るときは、毎回マルチプレイもおまけでつけるようにしております。それでは参りましょう。いやー、これなー、ちょっと3800行きたいんですけれども、3700から上が本当にうまいですね。3600以上も、やっぱなかなか皆さんカードレベルも高いし、隙もないんで、勝てない。おっと、これはリザードに対してライトニング杯、
ここはいいですね。5コストに対してはライトニング。ただし気をつけないといけないのが、ネクロマンサーのレベル6に対してはライトニング一発でやっつけれないので打っちゃダメです。これ、あ、私のライトニングのレベルにもよるか。あの、私のライトニングはレベル4なんで、ネクロマンサーやっつけれないんですよね。自分の呪音でどのユニットがやっつけれるかやっつけれないかは絶対に覚えておきましょう。それちょっと覚えてないとハモられるんでね、普通に。ただここは、おっと、なるほど、こっち来い、こっち来い、こっち来い。ちょっとアーチャーを使ってでも、あのミニペは入れさせたくないですね。オッケー、いいね、インドラいいね。インドラがかなり活躍してくれて、ショータイムおじさん来て、右は一発入るか。よし、カーモン、オッケーオッケーオッケー。ここはね、コウモリ出してもいいんですけど、まあ、あのホグライダーで受けながら一発入ればいいかなぐらいで。結構ホグライダーに対してね、あ、今何も出さずに2つ入ってくれたんですけれども、ここであの相手が4コストとか5コスト使ってくれる相手も多いんで、さあメガナイト出して、うーん、巨大スケルトンとかペッカとかジャイアントに対してメガナイトってあまり有効ではないので、まあ、多分でもここで相手逆サイついてくるだろうな、さっきと一緒で。来ないか、来ないです。おお、30しか。ここはライトニング最速、まあ、なんとかなりそう。なるほどな。キョスケ三重士、なかなかいやらしい組み合わせですね。巨大スケルトンがね、やっぱ、あの、格上の巨大スケルトンは本当にタワーに到達して大ダメージ狙われやすいので、あんまり好きじゃないです、私は。ミニペいるのか、嫌だな。ここで多分右にミニペ出してくるんで、まあ、ミニペとバルキリーにメガナイト足してあげたいですね。よし、2回入った。優秀、頑張った。ショータイム来て、うわ、やばい、これやばい、これやばい、これやばい。待って、ちょ待って、こっち来い、こっち来い、こっち来い。で、スケルトンからのハイホグ、ハイホグ。で、あちゃ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 。やべえ。ちょ待って、ちょ待って、待って、ちょ待って。落ち着け、落ち着け、落ち着け。巨大スケルトン落ち着け。よーし、オッケー、守った。さあ、お、ノーダメだ。一生懸命やってたら。さあ、あとはもうライトニングで落ちる圏内なんで、右も左もちょっとあんまりエリクサー使わずに、はいはいはい。あ、ライトニング使っちゃった。ここはここで使うのは賢明ではないと思われる。さあ、ホグライダー一発入れば勝ちの状況。はい、入った。ナイスゲーム。よっしゃー。あ、グッドゲームだった。あぶねー。いや、なかなか白熱したバトルですね。いや、どうなんでしょうね。このレベルでいけるのかな、ちょっと不安不安になってきたまである。本当にここに来て、あのね、今来ているこのミラーチャレンジかな、あのミラーバトル猛特訓、これでね、毎回ミラーがゲットできるんですよ。で、ミラーってあのウルトラレアのレベル2とかレベル3とかをね、複製できるようになったりするので、まあ、今回のチャレンジでもしミラーが大量配布されてレベル5になればワンチャン、ミラーもデッキ入りに考えようかなと思っております。アーチャーがね、やっぱローリングウッドにやられちゃうんで、それが一番辛いですね。高エニットで3コスで出したにもかかわらず、こう2コスで勝利されてしまうと本当に辛いんで、アーチャー枠をなんか変えたいなとは思っているんですが、レベルが足りないという感じでございます。さあ、ということで本日2戦目参りましょう。今日これでラストにしようかな。負けたくない。さあ、ホグライダーから仕掛けていきましょう。さあ、ここはね、エリートを引き出せたので OK ですね。ラッキーラッキー。おっと、これはウィザードもまとめてメガナイトズドン、はい、これは美味しいですね。さあ、ここはこのね、スケルトンだと3発分しかまあ受けれない、まあ当たり前だけど、なんで結構ディガーのダメージとかも入りやすいんですよね。まあでもゴブリンでもね、ワンパンでやられる時あるんで、まあスケルトンとゴブリン、あのこのトロフィー隊で格上と多いんだったらスケルトン一択かなっていう気はしてます。スケルトンまた強い。おーっと、ポイズン、これは痛いですね。3コスに4コス使ってくれたんで、ここで一気に決めていきたい。いやー、ライトニング打つか迷うけど、OKOKOK。今のは打たなくて正解でしたね。相手がファイアボール4コス。ファイボとポイズン持ってるんだ。ファイボとポイズンで無駄遣いしてくれたんで、で相手のユニットを誘いつつ、まあ、ホグで作っていくのが正解かな。ホグで作って、エリート出して、間に合わないか。
ちょっとあまりにも呪文に弱いな、この細かい軍団たくさん出しすぎ、出しすぎですね。うわレベル13えぐ、ちょっと待って、いや4発かかるし、ちょっと待ってしまって、聞いてない聞いてない聞いてない、4発はえぐい、さすがにやりすぎやわ、いったいったマジで。さあこのポイズン、うーん悔しいな、負けたくないな、まあ、このポイズンも嬉しいですね。相手多分ホグライダー飛ばしたら、まあ選択肢は2つで、インフェルノタワーかもしくはエリートバーバリアンで来ると思う。おっと、いやこれはさすがにミスだろ、相手のミス、インフェルノタワーに引っかからないようにザッ、いやー落とされたか、俺ちょっと厳しいかな、あーしまった、マジかー、タワー巻き込んでの、いやいや今のちょっと範囲になりましたね、ごめんなさい、今みたいなたまーにやっちゃうんですよね、前のライトニングの位置でもうノータイムで押しちゃうこと、いやー悔しい、これはでも私のミスで負けたと思う、くそー悔しい、でインフェルノタワー置かれて終わりですね。ワンチャンあるか、おっと、なんと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 、これはあるぞあるぞ、だって引き分けはまだ可能性としてある、強いわ、さあ、いや相手呪文で削ってきてる作戦、なるほどいい作戦だ、ナイスゲーム、グッドゲームか、いやー悔しいな、まあ途中の私のね、あの何のミスだったっけ、覚えてないわなんかでミスったのが痛かったですね、悔しい。はい、ということで本日はまあ一勝1敗なんでね、トロフィーは落ちていないと思うんですけれども、またちょっと上げていきたいと思います。やっぱワンミスでもう負けちゃう世界だし、やっぱりこう一個一個のねプレーを大切にしていかないとご利用されて負けちゃうんですけれども、まあ相手のねミスをこううまくつく形で今後も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで本日はね、あのゴブリンのルート強制、実はあんまり知られていない説ということでお送りしましたが、また今後もドズ2のアカウントだったり、こういったいろんな説検証とかいろいろね、動画バリエーションを増やしながらお送りしていきたいと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録しとくとね、最新動画とか皆さんに通知がいくようになると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。